ピンポン。あ、起きましたか？えへへ、ごめんなさい、拘束しちゃって。今日だけ先生を独り占めしたくて。なんですよ。違うんですよ。今日はそういうのではなくてですね。もっと楽しいことしましょう。まあその前に、私の LINE に返信をしなかった件について聞いてもいいですか？でも私、先生から30分も返信ないから、とっても心配したんですよ。30分くらいで?何ですか？よかった。わかってくれて。私も先生のこと心配なだけだったので、理解してもらえてよかったです。じゃあ、約束してくれますか？もう私を裏切らないって。ありがとうございます。謝ってくれたし約束もしてくれたので、とても嬉しい。なので。一つで許してあげますね。今までは髪の毛とか洋服だけで我慢してたんですけど、ちょっと他のものも欲しいなーって。いや、だから、このスプーンで目をクリッと。え？何？怯えてる？怯えてるんですか？やだ、かわいい。怯えた顔超かわいい。目が嫌なんですか？他のところはどうですか？足とか？腕は？二つあるパーツ全部もらうって言ったらどうします？怖いですか？痛いの怖いですか？でもそんな怖がる先生も大好きですよ。一緒にいます。ずーっと、怖がらなくても大丈夫です。動かなくなってもずーっと、一緒にいますから、安心してください。えへへへ、かわいいな。もっと顔見せて、正面から、しっかりと。誰か助けてー！ちょっと。待ったー！おっと、僕、なんだおめえ、悪いことしてるんか。バカなことやってねえで働け。ぶっ殺すぞ。誰だお前、常識ないやつ、不法侵入。お前だよ。待ってろ先生、今助けてやっからな。がー、めえ、はあ、めえ。ちょ、待って待って、こんなところで、やめ。はあ、やめてー。うわ、びっくりした。なんや急に。葵ちゃんに襲われる夢を見ました。はあ。でもスーパーサイヤ人になったあかりちゃんに助けられました。すげえ夢見たな、おい。